久しぶりです。お久しぶりです。お元気だよ。もう暇すぎてすることないから、体力使うこともないから元気だよ何も疲れてないから元気だよ。元気すぎてマジで本当一日何をして過ごしてるんですかってぐらい暇です私も全然何もしても、何もしてないわけじゃないけど、そのね、なんか何をするにもさ、もうなんか制限がかかっちゃうからさ、今の時代だってさ、今さツイッター見てたの、そしたらさ、なんか四天王寺が閉鎖されましたみたいな、聖徳太子以来の閉鎖されましたみたいなのがさ、トレンドに上がっててさ、もういやもう聖徳太子以来ですよって言われてもさ、いやもう あの時ねってならないじゃんもうだから、いやもうなんか、あ、今すごいもう世の中もう大変なことになってるんだなってことだけもう察した、本当にそうあの時ね、四天王じゃあの時のことでしょみたいな、そんなさ、みんな長生きしてないからさ覚えてないわけじゃんそうだから、もうとにかく世の中が今大変なんだなってことは分かった、うん、あの頃かってならないでしょで、今から私は痩せたヨーグルト飲みながら配信するの。大好き、安田ヨーグルトを広めるアイドルになるんだ今年決めたの。今年は安田ヨーグルトを広めていきます。マジで美味しいの飲んで、美味しい。奈々子は前にツイッターやってくれてるからいいよね。私ツイッター好きなんですよ。なんか本当にインスタは正直あんま見てないのそう、インスタはその私はなんか自分がフォローしている人がなんかアクションを起こしたら、例えば私のことをタグ付けしましたとか、そういうのでだけ通知来るようになってて、通知が来ないとインスタは見ないぶっちゃけ。あと自分がなんか更新するときしかインスタは正直見ないんだよねでもツイッターは結構見てる。ツイッターは普通に通知が来なくても見ちゃうけど、インスタは通知来ないと見ない。身内っていうかメンバーとか自分がフォローしてる人がなんかアクション起こしてくれないと見ない。青学では誰推しですか。岸本くんって言うしかないでしょ最高に面白いよね、マジで面白いと思う岸本くん しかもさ、岸本くんしれっと私のツイートいいねしてくれてるから面白いマジカメラ目線マジで面白い聞いて私の暇すぎるエピソード。昨日ね、寝れなくて本当に寝れなかったの。でも生活リズムが悪いから本当に3時とかね、3時とか4時に寝るのが当たり前になっちゃって、には布団に入るようにしようっていうのを決めたの。そうなんだけど、もう生活リズムが悪いからマジで寝れなくなっちゃって。でね、でも寝れない時ってなんか数えると、なんか羊数えるとかあるじゃないですか。私はよくね、いろんなものを数えてるの。例えばなんだろう、中学の時に
例えば中3の時のクラスメイトを一人ずつ出席番号順に言えるかとか小学校6年生の時のクラスみんな全員言えるかとかそういうことをして眠りにつくようにしてていや暇すぎでしょそうでね、昨日はそういうのに教室縛りにしなくて、昨日は何をしたかっていうと、その50音順あるじゃん、50音あるじゃないですか世の中に。その50音でそのそれぞれの50音の頭文字から始まる苗字での中で一番苗字ランキング一番、まあ、多い苗字を考えていくっていう、もう超暇ゲームにハマって意味わかんない。例えば あから順番に、あだったら青山とか青木とか相川とかいろんな名字があるじゃん。その中でどれが一番人数多いかなみたいな。で、あは青木だな。で、い、次、いはいは伊藤でしょみたいな。で、うは上田さんかなみたいなやばいよね、本当に。でもそれね、なんかそれやり始めたら眠くなってきて、そう、井上か、いは井上だわ。あ、でも伊藤も強いよ、まあ、みたいなことをしてて、結構かきぐらい、きぐらいでも眠くなってて、でもここも栗原とかかなみたいなことやってて、子は小林さんで私寝たそうそうな。じゃあ作業やっていく、今から作業やっていく。さは佐藤さん、これはもう不動のトップですよね。さあしはしから始まる名字で一番多いの、清水さんかな。庄司多くないでしょ清水さんじゃない。しは清水でしょ。す杉本、いや鈴木だ、鈴木がいる。巣は鈴木だな。背は背っていう名字ある、あ、関口とか。背、そ、そがべ、よし、みたいな、こんな感じですよ瀬戸さん、関口の方が多いんじゃない。関口でいいよ、姓は。私中学の時関口って人いていい人だったしいいやつだったから姓でいいよそう、そうは、そう、園田、園部とか、まあまあそんな感じで。そうそう、あ、めっちゃ関口いいやつだった中学の時にいた関口はいいやつだった。聖司、いや聖司なわけないじゃん聖司マジ少ないからねまあそんなことをやりながら、昨日すごいなんか寝る時にそれもやって数えてたし、なんか中学の思い出とかにすごいなんかそう考えて、なんか思い出してた昨日。なんでだろう、なんでそんなこと考えてたんだろうって感じだけど昨日本当に暇だったんだそう、なんか中学の時にさ、私運動ができないから、好きじゃないから本当にちゃんとやってんのに、こっちはなんだけど、クラスの
学級委員の子に、ね、ななこちゃんちゃんとやってって言われたのがすっごい私トラウマなの。もう今でもめっちゃ鮮明に覚えてるんだけど、それはすごいね、あの思い出して嫌な気持ちになって昨日寝た。しかもね、その子ね全然悪い子じゃないの。なんかそのなんだろう、本当に頭いいし優しくてすごいしっかりしてて正義感もあって、だからこそ普段あんまり悪口とか言わない子なの。だからそういう子に言われたから、あ、本当にこの子悪気なく私に言ってるんだって思っちゃって、だから私が頑張ってやってるのに多分そういう風に見えちゃったんだって思ったのがショックだった。だけどさ、運動神経いい子からしたら確かにさ、運動悪い人の気持ち分かんないよねって思うわ、マジ。そうそう、それは分かんないよ。足を遅い人の気持ちなんか分かんないじゃん。自分が足速かったら多分遅い子見たらなんで速く走れないのって思うだろうし、だからさ、それすごいショックだったなってことを昨日思ってた。そう、本当に走って、ちゃんと走ってみたいなこと言われたんだよね。走ってじゃないあれ、でも確かにあれはねドッジボールかなんかだった気がする。そう、多分そうなんだよね。その子も悪気ないんだろう、本当に純粋に私が運動ができなくて多分あれだよね、あの行っちゃったんだろうね。でもめちゃくちゃショックだった。でもそうだからさ、中学の時にさリレーとかあるじゃん。もうリレーなんて足が速い人だけでやってりゃいいのにさ、全員リレーとかがなんかさ組み込まれてるわけですよ。本当に嫌だった、マジで。私あの時マジで嫌だった。なんで全員にしちゃうの、足速い人だけで仲良くやってればいいじゃんって本当に思ってた。私がやんなきゃいけないのって思ってて、そうだからさ、それもさ学級委員の子がさ、学級委員の子とか担任の先生の子がさ、なんか一生懸命さ順番考えるわけじゃん。足遅い子の周りにはさ足速い男また白と私の前後クラスの足速い男子ツートップが私の後ろ、もう前後固めて、もう一生忘れない、坂田くん、白戸くんマジで嫌だった、プレッシャーだった本当に名前まで覚えてるってことは相当多分私嫌だったんだろうなって思う。うん、マジで速そう速そうな名前。泣いた。私自分の前後にめっちゃ速い子がいてめっちゃ覚えてる、それだけ覚えてる悲しいぜ。遅かったんだよね私、遅かった、足遅かった。奈々子の前髪好き本当。あれでも私ね、実は今ね初めて前髪を自分で切ったの。今までは美容院でやってたんだけど、ちょっと今美容院もさ行けないじゃん。新潟はそんな、まあ東京ほど、東京とかに比べたらまあ落ち着いている方じゃないですか、コロナが。だけどやっぱあんまりさ行くのは良くないから自分で切っちゃったなんだけど意外と うまくてあれ私才能あるじゃんとか思っちゃって、そう、ね、本当最近マジで思うの、本当にね、もう自分が感染してるかもって思いながら生活することがマジで大事だと本当に思うの。
本当に。なんか自分がさ感染してたらさ、してるかもしれないって思ったら外出とか控えようって思うじゃん。周りに移しちゃダメだから。自分はひょっとしたら症状が出ていないだけで菌を持ってるかもしれないってさ思えばさ、実家に帰ろうとか思わないし、マジでみんなそういう精神で行こうって本当に思う。みんな本当に周りを考えていこうぜ。ね、東大王見た？全然関係ないんだけど、鈴木ひかるちゃんマジ可愛いんだけど。ね、今日のさ私の朝ごはんの投稿見た？ツイッター。朝ごはんはパン派ですか？私はご飯派です。こちらは本日の朝ごはんですって言ってパン乗せてるやつ私は朝ごはんはご飯派なんです。なんかパン食べる習慣が本当になくて、いや本当に私ご飯派なんだよ。ネタとかじゃなくてこのツイッターなんかツイートネタみたいになっちゃったんだけどさ、本当に私ねご飯派なの。朝なんだけどね、なんだけどね、ちょっと今日はたまたま食パンが賞味期限近くて、そうもうこれでいいやと思った。まあでも朝ごはんとか言いながら食べたのマジ12時とかなんだけどねそう11時ぐらいかな。やばいよね。だから朝はそんなにいらない。もう昼なんですけどね、時間的に言えば。あれはマジでお昼。で今日はハリーポッターの賢者の石を見て。そんな感じです。あとはあトマトスープなんだ。ね本当にねクノールのカップスープのトマトのポタージュもう調べてみんなマジで美味しいから。私がさ最近料理あげてるけどスープ系は自分で作ってないの。全然作れるんだけどあの。ストックがあってそれが結構そのもうちょっとで賞味期限が近い。この前のせたごまスープもあれはどこのか忘れちゃったけどあれもマジで美味しいやつ。トマトスープ苦手？そんなことある？泣いた。最近若返った、ね、なんかさ私この前その言葉で悩んだのなんかさ七子って22歳の割に若く見えるねみたいなコメントを結構インスタでいただくの。22歳の割に22歳って若くないのって私思っちゃうの。結構私その言葉でちょっと悩んだ悩んだっていうか憂鬱になった。そう例えば40歳とか50歳とかで例えば50歳の割に若く見えるとか、まあ、50歳も若いんですよ。だけど22歳なのに若く見えるねってコメントが結構いくつかあってえって思っちゃってちょっとショックだったって話。でもさ私さ確かに私ね多分年齢よりは上に見える顔だと思うの。小さい頃からそうなんだけど、だけどさ
なんだろう、自分の高校生の写真とか中学生の写真とか見ても顔変わってないの。だから老け顔って割とこれから有利なんじゃないのって最近思いつつある。そう、これから逆に変わんないんじゃないか、年齢が顔が余裕く年齢が追いつくんじゃないかって思いつつある。そう、だからそれはその通りって言うの、ありがとう。だからごめんね、老け顔分かってる。多分私は多分ね25ぐらいに見えるよね。私はでもね、私ねなんか NGT 入ったのが17歳の時じゃん。まあもちろん中学生とかから入ってるメンバーもいるからあれだけど、17で入ってよかったなって思ってて、これで高1とか中学生から入ってたら私なんか学業との両立ができる自信がないって思ったの。そうだから私はいい時期に入ったのかもしれないなとは思う。こういう話結構同級生のメンバーとはするんだけど、割と17歳いい時期に入ったよねって思う。本当にだもん。いい時期、学生メンバー大変だと思うよ。学業との両立できる自信ないな。絶妙なタイミングだったね。そうね、そう、私たちの世代はめちゃくちゃ多いよね。そうだよ、だってさあの AKB の成人式の時黄金世代なんて言われちゃったんだよ。私たちさくらさんとかさ、みおんちゃんとかさ、岡田奈々ちゃんとかがいてさ、もう新聞に AKB 黄金世代って書かれちゃって、嬉しかったね。もうで私たち黄金世代なんだから、もうで AKB 黄金世代だからね、年齢的に。嬉しいぜ。そうそう、黄金世代です。イエーイ、黄金世代です。そんなこと言ったら怒られるわ。でもさ、こうたくさん、ね、メンバーがいたからこそさ、単独コンサート、あ違う、成人メンバーコンサートができたりとかさ、ありがたいなって思いましたよ。嬉しいね。今何時だ、今23分。いやー、 TDC 楽しかった。 TDC 楽しかったけどめちゃくちゃ忙しかった。なんか去年の年末はマジで忙しくて、なんか毎日、正直もうなんかね10月ぐらいからあんま覚えてないんですよね。正直そうなの。なんか博多座の稽古始まって博多座終わったと思ったら上捨てが始まって、そうでも上捨てが12月だったからさ、連載毎週書かないといけなかったりとか、
ろいろ大変だった。ありがたい。庄司さんとは連絡取ってますか？はい。プリンの話してる今。なんかどっかのコンビニのプリンがすごい美味しくて、ちょっとどっかか忘れちゃったけど、食べてよそれっていう連絡が今日来ました。毎日連絡してる。お仕事したいよ。お仕事がしたい。マジな話、本当にね、連載のネタに困ってるの。でもそのこういう時ほどちゃんと書かなきゃいけないじゃないですか。そう。だから何かを書きたいって思うの。連載のネタで。そう、それなのにさ。連載のネタがなんか今なくて、だってちょっと誰かさ、ちょっとなんか走ってくんないか、なんかちょっと陸上界のなんか情報ないですか？ある人ちょっと私に教えて。まるまるちゃんがめっちゃ走ってますとかそういうのない？かな。陸上選手のツイッター面白いベスト5。いやでも選手、正直さ、みんなさ、その選手の子もさ、見られてるっていう意識が今の子すごいあるからさ、やっぱ気をつけてるじゃん、発言に。だからね、みんなちゃんとしてる。ツイッターとか見て思うのは、これだけさ、テレビとかさ、メディアとか取り上げられるようになってるからさ、駅伝がさ、今の大学生マジちゃんとしてるよ。あ、そっか、タムジョー君のこと書く。うん、なんか面白いツイッターとかの、こういった日体大の選手みんな面白い。そうなんだ、確かに。私もさ、みんなの子そうなの。でも最近さ、自分がフォローしてなくても私がフォローしてる人がいいねを押したなんかツイートが出てくるじゃないですか、タイムラインに。だからそういうので見てることも多い。結構かな。あれ、あの機能何なの？自分がいい、なんか自分がフォローしてなくても誰かがいいにすると関係ない人が出てくるみたいな。近所のお嬢ちゃんがめっちゃ知ってます。そう、だから面白い人いたら教えて。そっか、でもそれ面白いかもね、面白いツイッターアカウント。あ、でもあれにする。じゃあ増田明美さんの小ネタのアカウントがあるじゃん。誰が動かしてるか分かんない、中の人が分からない、あのアカウント、あのこと書く。